スターダムチャンネルイエーイクイーンズクエストのあずみです。クイーンズクエストの天咲美優です。今日はなんと、どこですか、ここは。新宿2丁目のキャンピーバーに来ました。イエーイ。やっぱりね、私たち20歳になったということで、階段登りましょうということで、新宿2丁目のキャンピーバーに来ております。早速、中入っていい？いいかな？あ、じゃあ中お邪魔しようかな。失礼します。いらっしゃいませ。どうぞ。どうぞ。失礼します。失礼します。スターダム。あるいはなんとお酒がもう飲めるということで20歳になったので、私からちょっとプレゼントをしようと思います。大人の世界を味わってほしいことで、シャンパンのブームを2人にプレゼントします。そうよ、もうだって大人の階段を上がらなきゃいけないから、やっぱ精神綺麗。そう、シャンパン開けてもらってた。あの人普段そういうことしない人なの。なんかちょっと私は心配だわ。なんか天変地異とかが起こる。ドリューさんがこうシャンパンを入れるってもういつもガブ飲みする側だから、ね。はい。あ、なかなかじゃないんじゃないですか。ありがとうございます。はい。じゃあ2丁目ということなので私コールします、ね。あ、お願いします。すいません。私から20歳になった記念に天咲さんとあずみ選手にルームをプレゼントします。20歳おめでとうございます。いい音。皆さんありがとうございます。後輩になったしね。あ、私の後輩です。付き人です。はい、これから2丁目の私の後輩です。50歳の後輩よ、本当にね。ありがとうございます。20歳おめでとうございます。おめでとうございます。美味しい。飲みやすい。めっちゃ飲みやすい。よかった。あれね、ブーブクリコって意地悪なね、なんか伯爵夫人みたいな人が作ったお酒でね、ラベルにすっごい意地悪なキャップが貼ってあるの。意地悪なおばさん。あれ何キャップ？クリコおばさん。ブーブクリコっていうのはなんかブーブクリコ夫人っていう人がいて、その人が作ったシャンパンで、結構意地悪そうな顔してるなこのおばさん。この人の名前がシャンパンに。あ、じゃあ本当ちょっと名前さんに見える。あ、じゃあコメントしづらい。スターダムグイグイ行きましょう。はい、グイグイ。いただきます。他の方が飲むのが多分初めてガチガチだったもん。引いたでしょ。そうね、私のフットスタンプくらい。本当にお姉会で初よね。えねこさんの YouTube にそうしてほしいです。ロープワークもみおさんが少女のように、若手のように楽しいよね。楽しかった。あと私リングのクッションみたいなのがあんなに効いてるって思ってなかったから、なんか意外と深く化してて。バネありますよね。バネがあってね、ここはね2丁目だから私たちのリングよ。なんか悩みとかなんか聞きたいこととかね。なんだろうな。あ、でも趣味って何なの？あ、そう。くだけの話だけど、趣味、2人の趣味。私結構ゲームが。あ、ゲーム。はい。あ、何系のゲームですか？集まる動物覚えとかそういう柔らかいやつも好きですし、戦うゲームも結構リハバが広いです。ちょっとごめんね、ゲームで全然広がらない。私たちおばさんだから全然しないのよ。世代が。流行ってるゲームとかもう本当ドンキーコングとかだから。あれでしょ、ポケモンでしょ。あ、そうさ。やっぱここはブシロード。そうよ、ブシロードのね、あれはカードゲームでしょうかね。そうです、大好きです。私もブシロード大好きです。こちらもカードゲームになってるもんね。そうよ、リバース。天咲さんは何かご趣味ある？私は楽器演奏が。あら、なんだ。バイオリン、ギター、三振。やだ、弦楽器ばっかり。好きなの、弦楽器がなんで。いや、バイオリンはもともと習ってて。人この子じゃない。ねえ、金持ちの子よ。そうね。しかもね、小さい肌で楽譜読めないんだよね。楽譜読めない。聞いて覚えるし。すごい。ゲーム感覚みたいな感じでやってる。聞いて、耳コピだけで。耳コピで三振とギターとかも、ギターもコードわからないので。はあ、なんでこれわかんないのにどうやって解決できるの？音探して、音探して。ああ、もう絶対音。すごい。絶対音感はないんですけど。でもわかるんだ。はい。あんた天才なんじゃない？いや、マジ天才なんですよ、本当に。そうなんだ。すごいんですよ、本当に。すごい、なんか珍しいタイプっていうか、初めてかもしれない。プロレスもやってね。プロレスもやって。すごいですよ、本当に。お料理とかしない？最近始めました。あら。前まで全然しなかったもんですからね。ずっと寮に住んでたんですけど、一人暮らししてるんで、なんかご飯を作る人がいないってなってから、いろいろ作るようになりました。全く同じで、その一人暮らしするってなって、一人で生きてたわけじゃないんで、一人で作ってます。でもやっぱアスリートだから、結構栄養面とかすごい気にしたりされるの？いや、食べたいものを作る。やっぱりお肉。あ、お肉好きですね。でも私、お肉野菜が好きなんで。野菜好きなんだ。野菜好きなんですよ。野菜好きの女子プロレスラーってあんまイメージないよね。自分も肉よりかは魚が好き。あら。で、得意料理みたいなのは？得意じゃないんで。食べたいものだけだから。でもやっぱクックパッドってすごいから。今時のだ。携帯調べて、食べたいものを調べて。あ、分かる作り方で買い物行ってみたいな。そうですそうです。あれなんて着ていけないです。クックパッドに育てられてます。クックパッドそうだね。スターダム。本当日本全国ですか？あ、はい、結構日本どこでも行ってるよね。沖縄以外は。一番好きだったところとかって美味しかったな。なんか岩手白子がすごく美味しくて。あら、エロい。やばー、ここで大人の発言が。もうね、魚の清掃を食べますよ。ファンも大喜び。今この白子好き。白子美味しいよね。美味しい、とろっとしてね。しかもなんか岩手のなんかしかももう本当旬の時期だったんですよ。海の近くだ。はい、でポン酢でつけてめっちゃ美味しくてめっちゃクリーミーなの。あ、もう次回白子ポン酢も美味しいけど、私ね白子のね天ぷらが好き。あ、天ぷら。ふわよ。なんかねクリームコロッケみたいな感じの濃厚。もっと濃厚だよね。天咲さんどうねが好き？仙台の牛タンが好きです。ああ、定番よね。仙台か。行ったことないんですけど。私一回だけ行った。あ、行ったことあるの？どうだった？何回も食べたくなるよね。あれ美味しいですね。毎回食べたくなります。はい、でもじゃあ東北がすごいです。東北やっぱ美味しいじゃん。かっこいい人が多いなと思った都市。リング上だと。男女しか区別できなくて、女性なのか男性なのか子供なのかって区別しかつかなくて。じゃあ一番盛り上がるっていうような会場とかってどこ？最近やっと声出しが解禁されてきて、やっぱり初声出しの時の大阪大会はめちゃくちゃ盛り上がりましたね。やっぱりなんやいけないめちゃくちゃ標準語でした。そうなんだ、頑張れ。でもいいですよ、地方ごとにさ、地方の方言で応援してほしいですね。福岡とかね、ご当地応援みたいなのがあっていいよね。いいですね。そうね。京都とかなんて。あ、そう、大戦士。京都とかなんて。お決まりやすい。あ、いいね。それでしようよ。ああ、私の時はお決まりやすでお願いします。将来の夢みたいなのがある。ある、今はフューチャーのベルトが、なんか年齢制限があるベルトがあって。アミさん黒だ。はい、私黒のベルトで。ベルトってつけると気持ちいいの？いや、やっぱいいですね。落ち着きます、ここに収まって。暖かいとかそういう感じ。サーラの選手は必ずかけてるで、勝った試合前は巻いてます。試合前は巻いてて、勝った時なんか巻くの時間かかるんで、なんか巻いてるとこ見せたくないなと思って。巻くの時間かかるんだあれ。なんか本当なんか。そうブラシみたいな。前で挟んでこうでしょ。こうしなきゃいけない。いや、止めたけど。スターダム。よく技を覚えたので。そうよ。ここで権力が倒しまくる流血騒ぎになる。ハードコアになる。でもドリューさんはね、もう本当に技をしっかりと覚えたいっていうので、いやでも本当に良かったよね、できてね、本当に良かった。いやもうこんなにハマる、久々に女子プロレスラーも本当にこんなにハマると思わなかった。スタート前、その前は何だろう、離れてて、アルシオンとか、お母さんがやってたアルシオンとか見ないようにしてた、ハマるから。で、やっぱメイク中にずっと MX でスターダムが流れてるから、試合が。それでずっと、あ、気になって、あすみ寿司、あすみ寿司って言われるから大切だったから。じゃあよかった、プロレス熱を思い出させてもらって。本当によかった。スターダムと出会いで、本当に幸せ。今年一番、まだ2月だけど。そうだね。じゃあ、今日は。ありがとうございました。こちらこそお世話になった。今度ね、プライベートでね、来たい。はい。ぜひぜひ。毎日いるわけじゃないんですよ。私はもうこのお店卒業して。あ、そうなんですか。あ、じゃあお二人試合を見に。あ、ぜひ。サイン型はセコンドにも。はい。すごかったです。私たちがね、もうハードコアな私たちが武器になります。あら、叩くぐらいはできるわ、私。応援したいです。あずみさんもね、熊コールで負けた。あ、はい。私コールで集まります。はい。一応上がり。はい。一応、あ、確かに、あずみにつけたら、一応上がり。一応上がり。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。